はい、音カロの話、音カロの話。音カロっていうのはフィンランドにあるね、放射性廃棄物の処分場、ゴミ捨て場なんですね。放射性廃棄物がこう放射能が出ちゃってるんで危ないから、地下に洞窟掘って、あるいは既存の洞窟をこう利用して硬い岩盤でね、地震でも大丈夫なような、そういう岩盤のとこに穴掘って、でそこに捨てると。で10万年ぐらい経つとですね、放射能が自然と消えていくので、まあ、それまで待つみたいなね、はい、そういうオンカロっていうね場所があって、巨大な施設なんだけど、面白いなと思ってるのは、その核のゴミをね、こう放射性廃棄物だから放射能まだまだ出ちゃってますから、危ないわけですよ。だからこの地下の洞窟を誰も触らせないようにゴミ捨て場で捨てて、で安全なようにしてると、もう隔離しちゃったわけだよこれね、隔離して安全にしてるということなので、ここ100年200年はそれで大丈夫でしょうと。だけど1000年後とかね、1万年後はどうなるかっていう問題があるわけね。でこのまま人類のこの放射能のね、科学技術が進んで、例えば500年後1000年後にもう一発で核のゴミをね 無害化できますよと、放射能が出ないようにでしますよっていう、そういう技術ができたら、それで処分すればいいからね、それはいいんだけど、つまり現在から科学技術がどんどん進んでって、進めば進むほど安全対策ができるから、だから進めばいいんだけど、万が一なんか核戦争とか起きちゃって人類がほとんどいなくなって、でもなんか原始生活みたいにしてて、言語とかもねほぼなんか分かんなくなってて、で科学技術の本もね読めなくなってて、つまり原始社会で生きてるのが精一杯ですみたいな、狩りをしたりね漁業したりとかして、もう本当に何も科学技術がないような、核のことなんか分からないような、そんなね村社会みたいなのができちゃった時に、オンカロって何みたいな。でそもそもオンカロがあった場所に行ってもね、ここに昔何があったか分からない、埋め立てちゃってますからね。でオンカロですよと、で核のゴミがあるから近づくなよっていう看板が出ててもね、石碑とか看板出てても読めないから、古代のものだからね。だから未来のね後退した人類が間違ってこの穴に入ってっちゃって、でなんか物質をね運び出すとか、あと触っちゃって飲んじゃったりするとかね、そしたら放射性廃棄物で死ぬわけだから、それはダメですよね。でそれを防ぐにはどうしたらいいんだっていうね問いがあるわけね。つまり文字ももうわからない、それから看板の意味もわからない、で放射性廃棄物だということも検査でこう数値が出ない、それぐらい科学技術のレベルが落ちちゃったときに、どうやってここは危険ですよってことをね、未来の人類にして伝えるかっていう、そういう、ものがね考えられたですね。例えばね、看板とか石碑に骸骨のレリーフを彫っておくと、ここ来ると骸骨になるよっていうね、危険ですよっていう、こういつの時代も通用するような絵をね描いておくと、そしたら核のことなんか分かんなくても、ここ来たら危ねえんだなってことはなんとなく分かるから、みんな逃げるみたいなのはどうでしょうみたいな。でも未来のね人類がそのドクロマークのねそれ見て、ここなんかありそうだなみたいな、逆に掘っちゃうとかねありますから。それからもう一つはオブジェみたいな、巨大なオブジェみたいなのを地上に立てておくと、でトゲトゲのねでけえトゲみたいな、もう明らかにここ茨の藪の中だなみたいな、そういうイメージさせるようなトゲトゲ、トゲトゲだから人間も入りづらいし、大きな重機とかね入れづらいから、で撤去するのも大変だし、トゲトゲをね地上にこうバーッとこう設置したら、そのトゲトゲはね何万年も持つ材質にしとけば、10万年後でもねトゲトゲあるから大丈夫かなみたいな。でもトゲトゲあるところなんか下にあるんじゃないのみたいな感じで、学者とかね考古学者的な興味で掘っちゃう人がいるからダメだねと。じゃあもう完全に埋め立てて、固いねコンクリみたいな埋め立てて、地上何も置かないっていうね、
地上何も置かなければ、そこね、間違って掘る人いないから。でも10万年後だから、10万年も経ったら、戯れにね、ここ井戸掘っちゃうとか、偶然掘っちゃう人もいますからね。だからそれダメだろうと。でね、どうやっても完璧にそのオンカルのね、危険性を後世に伝える、方法がないみたいな。で、今はこう考案されてんだけど、私もね、それ考えてて、その段階的にね、地層みたいにすればいいじゃないかなとちょっと思ってますね。段階的に。で、一番上の層にはですね、ちょっと弱いね、核廃棄物を撒いとくわけね。一番上の。人が好きにほどじゃないけど、ちょっと具合悪くなるような。で、もし未来のね、ガイガーカウンターみたいなのあれば、測れるようなね、それぐらいの弱いね、ものを撒いとくと。で、その下の地層には、結構強めの、放射性廃棄物の撒いとくと。その下はもっと強いね、人が死ぬレベルとかね。で、こう地層にして、だんだん放射性廃棄物のレベルをね、アップしておくと。そうすると、掘っていくと、なんか、害悪いな、やめとこうみたいな思うし、ガイガーカウンター、未来のガイガーカウンターあれば、掘っていけば掘っていくほど、数値が上がっていくぞと。この下すごいことになってるぞ、みたいな感じで。やめるだろうし。だからね、ちょっとね、弱い、核廃棄物をね、撒いとくみたいな、どうだみたいな。で、私はね、それを考案したんだけど、そうなるとね、隔離してる意味がないじゃないかみたいなね。絶対漏らさないように、雨水とかで漏らさないように、しっかりね、岩盤の壁でこう、穴掘って埋めてるのに、漏れないようにしてるのに、わざと漏らしてどうすんだみたいな感じで、なるから、これちょっと、矛盾が生じてるんだけど、でもね、やっぱりね、少しずつ強めていくみたいなね。はい。最初表層部分は何もないんだけど、ちょっと掘るとちょっと具合が悪いとかね。さらに掘ると倒れちゃうとか。そういうふうにしとくと、一番下にまでいかないから、いいのかなと思いますね。